400m 先右方向です。はい、300m 先右方向です。ええ、はい、まもなく右方向です。あ、テントが多い、はい、しばらく道なりに進みます。そうですね、否定はできませんよね。はい、あ、大島先生が来ますよね。月、はい、はい、年なんですよ、かなり高齢なもんですから、あんまり無理させないようにしようかなと思って、あの必要以上の延命措置はしないようには前の、お願いはしてたんですよ。ですので、もうかなり高齢になってきてんで、今更こういろんな辛い治療とかそういうものは避けようかなというふうに思ってるんです。望んでないし、仮にあの MRI 取ってその脳の中を見たとして何か不都合があって、そこをどうするこうするっていうことはもう しない方がいいと思うんですよ。それとあと今のワクチンありますよね、コロナのね。あのワクチンの方もあの打たないようにお願いしてるんですよ。多分高齢なんでもう抗体が多分できないと思うんですよ。そうですね、無理して金を打ってもう交代できなければ意味ないし、苦しむだけだから、今の現状維持だということにお願いはしてるんですよ。まもなく右方向、道の駅です。進めるともそのままですね、して、やってもしょうがないんですよ。治療も大変だろうと思うし、仮に手術だとかなったとしてもあれだから、もうそのままおとなしく過ごさせてくれればいいかなと思ってたわ。そうで、いいですよ。ただ痛いとかあるんだら、その痛みは取ってほしいんだけども、それ以外のことは、しないと。そうです、よろしいです。あ、すいません、よろしくお願いします。
700メートル先、左方向です。しばらく道なりに進みます。